皆さんこんにちは。フォレスタ中央テレビ、略してフォレ中テレビ、大野隆です。まず最初に、このお便り動画ですが、9月からは不定期の発信となります。3月からの新型コロナウイルスの影響で、フォレスタすべての公演も中止、延期となり、皆様にお会いできる機会もなくなってしまいました。そんな中で、少しでも時間を無駄にしてはいけない、皆様に何か楽しんでもらえることをしたい、そんな思いからこのお便り動画は始まりました。そして間もなくフォレスタ初の配信コンサートも9月5日に始まります。10月にはまだ完全という形ではありませんが、コンサート再開に向けての準備も着々と進んでおります。というわけで、このお便り動画、毎週水曜日にお届けしてまいりましたが、これからは随時準備が整い次第お届けしてまいりたいと思います。フォレスタ通信、フォレスタエンターテインメントホームページなどでもお知らせいたしますので、そちらも随時チェックしていただけると幸いです。どうぞこれからも変わらぬご声援よろしくお願いいたします。さあ、次はお待たせ、発掘秘蔵写真のコーナーです。この写真は一体どなたでしょう。一体何を食べてるのでしょうか。正解は三宅里奈さんでした。いかに怒りをぶつけようとしているかよくわかる生かした写真でした。はい、それではここで元気の出る曲を1曲、懐かしのアニメソングをお届けします。1960年から放送されました鉄人28号です。この曲は我々の大先輩デューク・エイセスさんが歌われました。ちなみに私はまだ生まれておりません。しかしこの曲は世代を超えて歌い継がれていますね。ぜひお聴きください。直木隆一夫。
フォレスタ中央テレビ、略してホレ中テレビ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。それではまたお会いいたしましょう。